自治体別の新規感染者数です。浜松市が二十七人と最も多く、静岡市で十人。沼津市で五人。三島市、裾野市、長泉町で四人などとなっています。県全体では七十二人です。また、静岡市では未成年から高齢者までの十八人が。オミクロン株に感染していることが分かりました。 このうち9人は感染経路が不明で市は市中感染が発生している可能性が高いとしています。 その直接かどうかは分かりませんけれども、まあ何らかのケースを通じてです、ね、感染しているわけですね、この爆発的に、えー、この感染者が増えているという状況ではございませんので、やはりまず冷静にです、ねえー、現在行われております感染症予防、えー、そのです、ね、基本的な予防活動を新たなクラスターは2件発生し、静岡市内のこども園で、今日までに保育従事者5人と、 園児2人の感染が判明牧野原市の事業所では5人の感染が確認されています一方、プロバスケットボールのベルテックス静岡は選手やスタッフら12人が新型コロナに感染したと発表しました